写真家浅田政志さんと前橋町との対談の様子をお伝えします。今回の視聴対談は写真家の浅田政志さんをお迎えをいたしました。浅田さんは津市出身の写真家でいらっしゃってプロの写真家ですね。そしてこの前にあります写真集浅田家、こちらでですね、木村伊兵衛写真賞というですね、これは第34回木村伊兵衛写真賞、まあ、写真界の芥川賞と言われる素晴らしい賞をお取りになった実力派写真家でいらっしゃいます。浅田さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、なぜここ消防自動車をバックにですね、今日は視聴対談をお届けするかと言いますと、まさにこの表紙のにあります写真、これがこの消防車が出てくるんですね。で、この写真集が今度映画化されるということでございまして、10月2日封切り、全国東方系で公開されます浅田家、今度は映画浅田家ですね、二宮和也さんが主演をされる素敵な映画がまもなく封切りでございます。浅田さんにはその映画の話もこの後少し伺いながらお話を進めてまいります。さて、最初にこの写真集ですが、はい、これ珍しい写真集で、ご自身もモデルとして出てこられるご家族の写真集なんですね。はい、まあ、よくお尋ねに なられるかもしれませんが、なぜこのご自身がモデルで写真が撮れるんですか。そこから、まあ、そうですね、教えてください。まあ、写真家だからね、やっぱこう自分でシャッター切ってっていうイメージあると思いますけど、まあ、この写真はあの三脚にカメラをこうつけて、で、まあ、僕はこう構図とか、まあ、そういう、まあ、配置とかそう決めるんですけれども、はい、セルフタイマーで押してこの場所まで走っていったりとかして、で撮られるとまた戻ってみたいな、結構アナログな方法で撮られてます。まさに家族写真を、まあ、我々も小さい頃、はい、うん、父親がお父さんがやってた役割ですね、はい、それを浅田家では一番若い、あ、そうですね、息子さん、下の息子さんがやると、はい、いうことなんですが、まず、ご家族、まあ、この津市で在住でございます。どんな子供時代か少しお話しください。はい、まあ、あの本当にこちらの消防署の近く、まあ、そのヨットハーバーの付近で、はい、あの生まれ育っているんですけれども、まあ、あの昔はよく、まあ、海が近いんで本当にあのヨットハーバーによく行って遊んでた思い出が多いですね。お父さんとお母さんとお兄さんという4人家族でいらっしゃいます。さて、その4人家族がこの写真集になるところを伺いたいと思うんですが、はい、まあ、家族写真確かに撮りますけど、それをまあいわばプロの写真家としてそれをまあ作品にしようというのは何かきっかけがあったんですか。ちょっとまあ話は若干長いんですけれども、もともと僕はあの中学校の3年生ぐらいの時にあの、まあ、京南中学校に行ってたんですけれども、その時にこうちょっとこうカメラに興味を持って、それはうちの父親が、まあ、持っている一眼レフがあって、ね、それがこうそんなに頻繁に父親はカメラを撮る方じゃなかったんで、まあ、こうテレビの横の棚にずっと置いてあったというか、まあ、こう使われずに置いてあることが多かったんですけど、でこうそれを毎日こう眺めてるっていうか、まあ、見てるとどうしても触りたくなって、そうですね、うん、やっぱこう僕らがこう昔の時代はなんていうんですかね、カメラがこうちょっと高価なものだったりとか、そうでした、少しこう大人びた感じがして、ちょっとまあ触ら出してこう触ってて、触ってるとちょっと
本当にフィルム入れたくなって、で、まあ、津新町に中尾カメラさんっていう中尾カメラさんが今も営業中です今そうです、はいはい、ありましていつもお世話になってるんですけど、そこにこうなんていうんですかね、フィルムを買いに行って、でどうやって入れたらいいのかとか、ね、こういろいろダイヤルとかついてるんで、これは何なのかとかを一応こう聞いて、でまあ撮り始めたのが一番最初 でそこから、まあ、津工業に僕進学して、で工業にその時写真部があったんで、3年間写真部でいろいろ部活してたんですけど、で、まあ、その経験があって、まあ、写真っていいなっていうことがこう少しずつ芽生えてきて、で高校卒業するってなった時に、大阪の写真の専門学校に行ったんですね、はい、でそこでもう少し写真をしっかり学ぼうと思って行ったんですけど、その大阪の写真専門学校で、まあ、初めて家族写真を、まあ、出会ったといいますか、まあ、先生から課題がいろいろこう出るんですね、はい、その時の課題がその1枚の写真で、はい、自分を表現しなさいっていう課題が出たんですね。自分を表現しなさい、はい、自分を表現しなさい。でそれはもう最後1メートルぐらいの大きい写真に伸ばすんですけど、はい、で、まあ、1枚提出で、まあ、何を撮るかといえば自分を表現しろっていう課題だったんですけど、その時に1枚で自分を表現するというのはすごくこう難しいというか、考えても考えても何撮ったらいいのかなってこう答えは出なかったんですけど、たった1枚かしか出せないんだなってずっと考えてたら、なんかこう頭の片隅に、もしこう一生のうちに1枚しか写真が撮れないっていう状況になったら自分は何を撮りたいのかなとか、極端ですけど、こうなんかベッドでこう死ぬってな間際ってなった時に、なんかこうたくさんある写真の中から1枚だけ見てもいいよって神様に言われたら、自分はどういう写真を見たいのかなとか、なんかそのそういった今まで考えたことない疑問がなんかこう浮かんできて、でその課題を与えられたことによってそういうことを考えてしまって、まあ、一生に1枚しか写真が撮れないっていう状況になったら、まあ、家族写真を撮りたいなってふと思ったんですよ。で、まあ、それまではやっぱりこう家族写真っていうのは、まあ、高校生とか専門校時代18、19、20とかっていう時代はやっぱりこうちょっと恥ずかしい、親に、まあ、なんていうんですか、割と反抗期もちょっと終わりかけですけれども親は撮りたい、子供は撮りたくない、ね、でしかも親にこうカメラを向けるとかっていうのも一緒に写るとか一緒に行動するとか、なんかそういうのがこっぱずかしいというか、なんかこうそれよりもっとこう見たことない写真撮りたいとか、かっこいい写真撮りたいとか、そういう方がやっぱり思いが強かったんですよね。でその課題が出て、一生に一枚た家族だなっていう思いで、その初めて家族写真を撮ったんですけど、そしたらこうすごいこう思った以上に手応えがあったりとか、すごくいいもんだなとその時は思っちゃったんですよね。でこれまでなんかこうなんていうんですか、遠ざけていたものが実際やってみたらすごくこういいもんだなって、そのなんかこう景色がこう180度変わるような経験をその時にして、そこから、まあ、その時は本当にこう1枚と思って撮ったのが最初ですけど、もうそこから20年以上こう続くなんて、まあ、家族も思ってなかったですし、本当僕も思ってなかったんですけど、まあ、スタートはその専門学校時代ですね。それはどこでどんなシーンを撮られたんですか、はい、1枚は。その時は家族の一番の思い出話を再現して撮ろうって思って、まあ、そういった写真を最初撮ったんですよ。なるほど、まあ、その思い出話っていうのがすごいこう、まあ、なんていうんですかね、変な思い出話といいますか変じゃないですけど、僕は小学校低学年の時に、まあ、この夏の時期に 夜ご飯を食べて、で2階でこうちょっとこうテレビを見てたんですよね。そしたら1階から僕の父親が呼ぶ声がして、何かなと思って降りていったら、こうちょっと父親がこう足を切ってしまって、血がこう床にこう垂れててこうすごい痛がってたんですよ。まあ、完全に父親の不注意なんですけど、で痛がってて、でうちの母親は看護師なんですよ。で看護師なんで、幼い頃から怪我はまあ母親に言えば大概こう解決するんですけど、でうちのお母さんどこ
おかんどこ行ったんって言ったら、ちょうど育成小学校の体育館に盆踊りの練習をしに行ってるって言われて、で盆踊りの練習分かった、じゃあ僕呼んでくるって言って自転車で呼びに行って、で母親に おとんが怪我してるから早く帰ろうって言って一緒に自転車で帰ったんですね、はい、であともう少しでこう実家に着くっていうところで、まあ20分ぐらい2、30分経ってる感覚だったのにも早く知らせないとやばいと思って、はい、思いっきり 200% で自転車を漕いだら僕がこけてしまって、はい、顎からもう全速力でこけてしまって、はい、でも僕もここから血が吹き出て、はい、えらいことになって、でもう2人ともこんなになってるんですけど、うちの兄ちゃんはこう2階でなんかテレビ見てたのかな、寝てたのか分かんないですけど、ずっといたんですよね。でインターホンを母親が鳴らして、お兄ちゃんも早く病院に2人とも運ぶよって言ったら、お兄ちゃんもこうなんかこう寝ぼけてこう、うん、何何って降りてこようとしたら階段からこうこけて頭を打って3人男3人が怪我してしまって、でうちの母親の病院で3人がこうベッドでこう治療されるというかで母親はこう同じ職場の人に、浅田さんち何かあったんですかみたいな、事件でも起きたんですかみたいな感じで、すごいこう恥ずかしい思いをしたっていうなんか思い出があって、でその家族で一枚思い出の写真を表現しようとした時に、それの思い出がこう病院の写真、病院に行って3人が包帯を巻いて、そうなんです、それがこの写真集の中に出てるんですよ。それがこれはあれですか、今の実家に飾ってあるんですけど、こういうあれですね、あの写真ですね、見づらいんですけど、まさにその時怪我したところの包帯で巻いて、そうですか、はい、撮ってる写真があるんです。皆さんいかがですか、本当にあった話です。実話を再現してへえ、そうなんですか。でその思い出を再現した写真を撮って、それが家族写真のスタートの写真が、これがスタートなんですね、はい、載ってるんですよ。それでだからここに入ってる、一番最後に入ってる。なるほど、はい、これをだから課題として提出なさったわけですね。しました。そうですか。今お話を伺って、分かりますように、記念写真を撮るときにかしこまって、はい、こうみんなでこう例えばすごく景色のいいところに行って、じゃあ4人撮るよって言って撮るんじゃなくて、何かこう物語っていうかがあって、でそれを1枚の写真に、あるシーンを撮った時にその写真が何か語り出すという、そんな感じなんです。そうですね、まあ、僕の写真をこう、まあ、ジャンル分けすると言ったらおかしいですけど、まあ、セットアップ写真とか演出写真とかって言われるんですよ、セットアップ演出ね、はい、まあ、写真っていうのはこうどっちかといったらあるがままを、うん、そのタイミングとかフレーミングで切り取るっていうイメージがあると思うんですけど、僕の写真の撮り方っていうのはこう、まあ、セットアップするんですよね。場所はここがいいんじゃないかとか、でここにこういう人が立った方がいいとか、その人はこういう服を着てた方がいいとか、光はこうしようとか、仕草はこうしようとか、まあ、ある意味こう全てにおいてこう演出を加えるんですよね。だからちょっとこう映画的な作り方っていうことも言われることはありますけど、だからなんていうんですか、ちょっとこう、まあ、集合写真に似てますよね。集合写真もちょっとここにこう並ぼうよとか、まあね、場所を決めてね、はい、そうですね、ちょっとこう顔で並び方も決めます、ね、決めますよね、顔を出した方がいいとか、うん、笑顔にしましょう、まあ、それをこうもう少しこうおすすめていったバージョンで考えてもらえればいいと思います。なるほど。それでそのうちの一つがこの消防車の写真、まさにこの消防車がモデルになったんですね、はい、でこの映画でもですね、この出てるんですね、消防車の写真、はい、でその二宮和也さんと お兄ちゃん役が妻夫木聡さんなんですが、着たその服、消防服がその後ろに今ちょうど浅田さんの後ろにこの画面映ってる、まあ、あの服なんですね。でこの消防車はなぜ登場するのかということなんですが、これはまた
家族のどなたかが消防士になりたかったとかですか。ですね、まあ、そうやって最初は家族のこう思い出話を再現する写真を撮ってたんですよ。あと1枚で発表したらすごいこう自分も手応えあったし、家族写真ですごい可能性あるなと思って、もっと撮りたいと思って、そこから学校を卒業して三重県にまた戻ってきたんですよ、就職もせずに。でもっと家族写真を撮ろうと思ったんですけど、思い出話をこう再現しているので、もうその三重県に帰ってきた時点でやっぱネタがなくなってて、なんかこういい写真が全然撮れなかったんですよね。でずっと困って、けど家族写真は撮りたいなと思ってた時に、ふとその過去の思い出話に縛られてるから撮れないってことに気づいて、なんか未来の写真、まあ、未来のシーンだとやっぱりこう過去を再現するの全然違って、もう考えたら考えただけ出てくるんですよね。そうですよね、うん、はい、それでいろいろこう知り合いに衣装を借りたりとか撮っていくうちに、消防士も撮りたい、あ、撮りたいってことになったわけですね。4人撮りたいってなって、でその当時はこうなんていうんですかね、借りるのもやっぱりなかなかこう、うんですね、はい、大変。2006年ぐらいぐらいですね、はい、ね、もう14年ぐらいになるんですけど、そうですね、いきなりこの中所に、うん、まあ、いわゆるこう写真が入っているブックっていうのがあって、それだけ持ってここで今度家族で写真撮りたいんですけど、協力してくれませんかとこう飛び込みでお願いをしに行ったんですよね。まあ、今思えばね、なかなか失礼な話ですけど、いやいや、まあ、珍しいリクエストだったと思いますねで、まあ、最初はすごいこう、まあ、そんな話もなかなかないんで、どうしようかなとこういう、まあ、そういう感じだったんですけど、他のこう写真見せて、これをなんかこう頑張って撮っていきたいっていうことをまあ説明したら、その当時の所長さんが、まあ、その協力してっていう、まあ、寛大なお答えをいただいて、でまた後日費用をこう調整させてもらって、家族でお邪魔して、で撮影させてもらったっていう経緯ですね。よかったですね、その時の所長さん、ね、消防車が中所のまさにこの車が写真界の芥川賞を取りましたよ、ね、ということで、あ、それでこの青い方の表紙と赤い方の表紙と、これ実はどちらからも読むようになってる、はい、見るようになってるんですけど、それがそういうことだったんですね。こちらがむしろ現実に、そうです、ね、まあ、エピソードも含めて撮ったもの、うん、こちらが、まあ、書くのというか、まあ、何かになりきる、未来、はい、未来こんなこともあるかもねみたいな、はい、あ、なるほど、この青い方を巻いてみましょう。そうですか。なのでこの消防署の写真がやっぱりこう浅田正史で写真、家族写真って言ったら多くの方が消防署のこの写真を、ね、はい、思い浮かべるんで、思い浮かべる、ね、本当に何て言うんですかね、その時貸していただけなかったらこういう写真集にならなかっただろうし、また全然結果も違ったと思うん で、ね、本当に今でも本当に感謝というかありがたいなと思ってます。その家族写真を撮る、まあ、時代にまあ、今みたいにデジタルでバン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 撮ってね、そして、いっぱいこうデータが残っていくのじゃなくて、イメージ的にはそうみんなでこの1枚を撮ろうという、まあ、昔 の、 そのフィルムの写真のイメージが、うん、こちらとフィットするような、合致するような気がするんですけど、今もプロカメラマンとしての浅田さんはフィルムのカメラで撮っておられるんです、はい、まあ両方使うんですよね、フィルムカメラも持ってますし、まあ、デジタルカメラも持ってるんですけど、この自分の家族を撮るときだけは今でもフィルムを使ってますし、まあ、仕事ってなるとやっぱりこうその場で確認できたりとか、そうですね、リクエストのね、いろいろあるんで、まあ、デジタルも使いますけど、ね、まあ、ここぞというときはどっちかというとフィルムカメラを使うっていう意味ですね。なるほどね。そのフィルムの話でもう一冊 の、 写真集の方の方に話が移っていくんですが、アルバムの力なんですね。まさにそのフィルムで撮った写真、まあ、いわば現像して焼き付けた写真のことが
この本で紹介されるわけです。で、まあ、あの市民の皆さんもいろそれぞれのご経験があった東日本大震災の時の、まあ写真の洗浄ボランティアですね。ボランティア、はい、これをなさったそのご経験も含めて、このアルバムの力に、はい、このな、まあ、こうなったわけですね。藤本さんという方が文章を書かれて、まあ、ご一緒に出された本なんですね、はい、東日本大震災の津波で流されて汚れてしまったアルバムや写真を、まあ、いわばきれいにしようと洗浄して蘇らせろようということをなさる、そのまたきっかけがあったんですね。そうですね、あのその当時その何て言うんですかね、自分たちができることをしよう、なんかこう頑張ろうっていうような機運もあったと思うんですけど、ありましたね、うん、で果たしてこうカメラ持っていて僕たちが一体何を撮れば力になるのかというか、むしろこう邪魔かもしれないし、うんうん、ね、映すということに対してやっぱりこう前向きになれなかったんですよね。そうですよね。だからあんまりこの本はその被災地を撮ったというよりも被災地で写真を再生している写真の本なんです。そうですね。だからまあそういうこともそういう気持ちがあって、もし写真を撮るとしたら撮って何かこうできるということがあるとすれば、まあ何年後か、もう少しこう時間が経って、少しこう落ち着いた時に写真の出番があるかもしれないけど、今はそんな時期じゃない、うん、今はそんな時期じゃないなと思ったので、こうまあ普通にこうボランティアのがだったら一番いいと思ってボランティアをこうしに行ったんですね。でその時にまあ、岩手県の野田村というところに行かせていただいて、でボランティアの初日にこう体育館のにこう全国から支援物資が届くんですけれども、それをこういろいろこう振り分けるような作業を一日したんですね。で今日はまあ作業終わりですっていうことでボランティアセンターにまあこう報告をしに行こうと帰り歩いて帰ろうとしてたら、こう村、まあ、その町内のこう施設の役場の前に写真がこう積まれていて、なんかこう写真を洗っている若い青年の姿がパッと目に入ったんですよね。ですごいこう3月、まあ、1ヶ月ぐらいだったら4月ぐらいになってるかなってないかぐらいの時、すごいこうまだ東北は寒い風が吹いている中で外で作業されてて、であれと思って、でこう何やってるんですかってこう声をかけさせてもらったんですね。それがまあ写真洗浄のこう出会いでもあるんですけれども、自分もこう、まあ、一応写真をやってるので少しこう、まあ、お力になれることがあるかもしれないし、まあ、本当にこうさっきも言いましたけれども、東京で何か話してる時には写真っていうのはこういう時無力だし何もできないと思ってた自分がいましたけど、実際そこではまさに写真がこうなんていうんですかね、求められていて、これをこう返そうとしている青年たちがいて、それも全然僕は想像していなかったことなんで、本当に自分でもこう本当に驚かされながらもそこにこう手伝いたいと思って、そこからこう、まあ、野田村の写真洗浄の一員、ボランティアの一員としてまあ活動させてもらったんですけど、まあ、綺麗になった写真が被災者に、まあ、元気を、まあ、届ける、取り戻被災者が元気を取り戻してもらう、その、まあ、要素になるわけですね。やっぱりこう、まあ、昔の、まあ、人ちょっと昔の野田村の姿が映ってたりとか、やっぱりこう人々の生き生きとした表情がやっぱり映ってるんで、そういうことがこうやっぱりガラッと変わってしまった、その場所ではその写真自体の意味合いもすごく変わって、本当になんていうんですかね、それを見て昔をこう少し取り戻すことによって何かこう今傷ついた気持ちっていうのをなんかこう前向きなものにこう転換したりとか、まあ、それほどこう目に見えてなんていうんですかね、お腹がいっぱいになるとか
まあ、本当仕事がっていうことじゃないんですけど、なんかその心の部分の本当、まあ、少しなことかもしれませんけど支えになったりとか、まあ、そういったことで写真がこう必要とされてたんですよね。今のお話は映画の後半に出てくるわけでございます、はい、さてもう少し映画のお話をお伺いたいんですが、三重県津市がですね、まあ、大変嬉しいことにいっぱい登場する映画なんですよね、はい、で、浅田さん自身もご自身も、まあ、この映画化の話が届いた時にどういう、まあ、受け止めをなさったかということと、それからそれが、まあ、ふるさと津市が、まあ、ロケ地になって、まあ、いわば映画の中に出てくることについて、まあ、どのように、まあ、お話自体はこう実はこう9年ほど前から、うん、そういう話はいただいてたんですよ。これはもうご紹介しておきますが、小川真嗣さんというですね、制作者の方が、鈴鹿の方なんですけどもね、はい、高田中学津西高校出身で、まあ、この辺りのことをお詳しいわけです。当然浅田さんのこともよくご存知だった方でですね、まあ、彼もなんかここ映画になるんじゃないかなと、映画にできるんじゃないかなということを考えてたんだというふうに思います。やっぱりこう、まあ、そういう構想はあってもやっぱり実際にこう映画になるっていうのはまだまだその超えなきゃいけないステップが本当にたくさんあって、やっぱりこうお話が進みそうになると、まあ、やっぱり頓挫してしまってみたいなことがあって、で、まあ、最初お話しいただいた時には、まあ、いつか映画になったらいいなと思ってましたけど、まあ、そうどんどん年月が経っていくと、まあ、映画になるなんか、まあそんなことはまあないよなっていうか、まあお話をいただいているだけ光栄だなと思って、それほどこう実際に映画になるっていうことはもう全然思ってなかったんですよね。けどその中野亮太監督と小川真嗣さんがその出会ってからすごく話が進んでいって、でまあ去年撮影になったんですけど、まあ実際に生まれた津市でロケしていただいたりとか、少しこう本当に今まで僕がこう歩んできたような人生の中のシーンをこう多く描いてくださってて、それがこう今回僕すごく意外だったといいますか、もっと全然こう違う話になるだろうなとなんとなく思ってたんですけど、いい意味で意外だったですね。良かったですよね、それはね。本当に私も津の市長として、いやここまで大きな画面に出てくる津市、まあ、なかなか素敵じゃないかと思ってみたりね、それから、まあ、おそらく津市民の方ご覧になると、 あそこだっていうのがいっぱい出てきます、うん、本当に嬉しくなる映画なんですけども、津をこの映画化される直前に浅田さんご自身も津で一つ作品を作られてまして、それがつかるたという作品なんですね、はい、これも先ほどお話しあったようにこう、まあ、一枚のカルタの一枚に切り取るんですけども、これがまたいろんな仕掛けがあって面白かったんですが、私も谷川琴須賀役で出させていただきましたけども、はい、そうです、ありがとうございます。どうでしたか、つかるたを作って。そうですね、まあ、僕の同級生がこう作らないかっていうことで話が進んだんですけれども、実際にこう、まあ、カルタっていうのはやっぱりこう写真で撮るものじゃなくって、やっぱりこう絵だったりとかイラストでこうやることがもう 99% で、写真で撮るっていうことを写真カルタっていうのはすごく珍しいことなんですけど、やっぱりこう難しい面もたくさんあるんですけれども、まあ、実際の津の市民の方とコラボレーションができるっていう強みがあるんで、一般にこう応募させてもらって、そうですね、はい、で津市民の方でぜひカルタに出たいっていう方を募集して、それでまあ津の観光名所だったりとか、まあ美味しい食だったりとか、まあ津をこういろいろこう、まあ47のこう区の中で表現してるんですけど、本当にこうたくさんの津市民の方のご協力をいただいて、本当にこう全国でも珍しいのカルタになったなとは思ってますけど、本当にこれまたね、浅田真嗣でなければ撮れないそういう
写真がいっぱい出てくるカルタでございます。もう皆さんお楽しみになった方もたくさんいらっしゃると思いますが、ぜひまた一度ご覧になっていただきたいと思います。カルタになって、そして映画になった浅田真史さんの世界であります。さあ最後に浅田さん、これからの当面の活動目標とか、あるいはさらにもう十分ビッグなんですけど、もっと自分はビッグになるぞみたいな、そういう少しお話ください。今自分の家族は、当初4人からスタートしたんですけれども、お兄ちゃんも結婚して子供2人恵まれまして、自分も結婚して今子供1人いるんですけども、今家族計9人で家族写真撮ってるんですね。で、家族がこう変化していくたびに家族写真もどんどん変化していきたいなっていう思いがあって、今は全国バージョンって言って、はい、この写真集は全部三重県に撮ってるんですけど、今は年に1回いろんな都道府県に行って、その県都道府県らしい1枚を撮って帰ってくる。9人でやってるんですよ。去年は静岡に行って撮ってきたりとか、今年もどこか撮りに行きたいなと思ってるんですけど、それがこう今10件終わったんですよ。なんでこう順調にいけばあとこう37都道府県なんですよ。だから37年後にこう全国アンギャができるっていう構想があるんですけど、今僕41なので、もし37年間無事に行けたら、78になるのかな。そうですね、はい、なのですごい家族からは絶対無理だろうって毎回言われながらやってる。いやでもいけそうですね。そうなると本当に僕の今6歳の子供が今の僕よりこう年齢が上になるんですよね。もしかしたら新しい家族作ってるかもしれないし、その時になればね、また家族の構成も全然変わってると思いますけど、なんかこう今でも家族写真を撮るのがやっぱりこう一番楽しくて夢中になれることなので、本当になんていうんですかね、朝だけでデビューしたので、一番最後自分のこう写真家としての集大成も、家族で写真集出したいなと思ってるんで、そういう年月を家族のこうその時々の年月をこう閉じ込めたような写真集を作って、本当にこう元気な限り写真撮っていきたいなっていうのが今のこう大きな目標ですね。いや素敵な話でした。いい、家族の絆っていう言葉よくありますけども、実際にその言葉だけで言うよりも実際につながって、そして心を通い合わせておられる浅田家、素敵なご家族でいらっしゃるというふうに思います。そして浅田真史さん、これからますますご活躍をいただきましてですね、このふるさと2もを愛しながら、しかしながらこう、47都道府県はもちろんなんですけど、世界に羽ばたいていかれるような、そういう大器としての、写真家浅田真史さんを津市民皆さんでですね応援をさせていただきたいと思います。そして10月2日公開です。映画浅田家、ぜひ映画館でご覧いただきたいというふうに思います。新型コロナウイルス対策をしっかり行われながら映画の上映になります。皆さんどうぞご期待ください。本日の視聴対談、浅田真史さんをお迎えしました。浅田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。